ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、新しい街にやってきましたね。私、方園地方からやってきたものです。へぇ、いろんな子来てんだね。コンテスト会場を分からず迷っていたこの私を、ここの人は当たり前に送ってくれました。感動です。なので私もあなたを送っていきましょうか？いや、いいです。ああ、それはおせっかいでした。なんかごめんな。別に直で行きたいわけじゃないのよ。いろいろ行きたいのよ。ポケモン大好きラブへようこそ。あら、あなたのあられさん。あなたと仲がいいのね。一緒にいられて幸せ。って感じ。はい、どうも。私はポケモン大好きラブの会場です。あなたはポケモンを可愛がるときどうしていますか？私はポケモンにポフィンを食べさせております。なぜならば、ポフィンを食べさせることで愛情を伝えられるからです。なんか、物をあげないと愛情が伝わらないのか。大変だな。例えば、そのなんかちっちゃいアートがやめてくんない？甘いポフィンを食べると、ポケモンのその可愛さが、食べる前よりアップします。え？大丈夫それ。例えば、辛いポフィンを食べると、今度はそのかっこよさが食べる前よりアップします。と、このようにポフィンはいいことづくめなのです。やるからして、このポフィンケースをあなたにもプレゼントしましょう。ポフィンケースを手に入れた。それにたくさんのポフィンも入れて、いつでもどんな時でもポケモンにポフィンをあげてね。昔なんかこういうのタブレットのやつであったよね。なんだっけ、木の実混ぜて作るやつだった気がするんだけど。で、実際になんか四角い角砂糖みたいなやつであった気がする。スーパーコンテスト賞って全世界の人が注目してるの。どうしましょう、全世界が私の虜になっちゃうかも。ははは、笑す。スーパーコンテスト賞のだの、触れ合い広場なので、いろんな人が来るからな。綺麗にしておかないとだな。ここは何なの？ホテルか。なんか廊下とかじゃなく、ここあれなのかな、一応ドアがある設定なのかな。繋がってんだな。あなたよかった、ポケモンに貝殻の鈴を持たせてあげて。なんで？貝殻の鈴を持ってちょっとずつだけど体力が回復していくの。旅行した時にもらったけど2つあるから気にしないで。いい人だね。まあ、そういうご在庫は使用しない。PP が徐々に回復するだったら俺もらってたかもしれないけど、でも一ターンにさ PP が回復するみたいなアイテムを作ったとしたらさ、 PP 減らないよね。あぱぱぱぱう。ベビーカーでお出かけすると街が変わって見えるの。階段とかのちょっとした段差でもすごく気になっちゃう。あー、目線が変わるってことか。山にこもること30年、ついに編み出したダンスでスーパーコンテスト賞優勝を狙う。ヤスガシティ、ポケモンジムリーダーメリッサ、魅惑のソウルフルダンサー。ここ挑戦できんのかな。え、何のジムだこれ。ゴーストか。マストレーナー、ここに来たってことはジムリーダーの挑戦だな。だから本当に申し訳ないんだが、それは無理な話なんだな。なぜって聞きたいだろうから先に答えちゃうと、ジムリーダーがいないからだ。また来てくれよ、俺が待ってるから。お前が待ってても仕方ないんだよ。ジムリーダーに待たせろ。っていうか本当にさ、ジムリーダーいないことが多いんだよな。怪力の技マシンをロストタワーでもらいましたよ。ロストタワーは209番地。ここからズイタウンへ向かう途中にありますよ。ついロストタワーってなんだ。でも怪力使えるってことはあいつもジムリーダーには勝ってんだよね。赤ちゃんとポケモンとても仲良しなの。赤ちゃんがお昼寝するとね、ポケモントレーニング寝ちゃうのよ。あ、いいね。おやまあ、あんたトレーナーかい。じゃああんたのそのポケモン、パパやママの代わりってことだね。ポケモンと一緒にいると色々発見があるだろう。親にとっても子供も同じ、いつも何か教えてくれるのさ。そういうもんかね。俺も大きくなったらポケモントレーナーになる。何歳からとかあんのかな？なんか、決まりみたいな。一回ちょっと回復したっけ？してないよね。一回回復しよう。そうだよな、卵のために一回来たんだよな、ここな。
預かってちょうだい。卵は抱いてんだな、多分な。よし。で、あらごめんなさい、スーパーコンテスト賞ですか。楽しんでください。ちなみにこのヨスガのジムリーダーメリッサはスーパーコンテスト賞でもすごく強いそうです。そういった私のことですけど。え、あ、そうなの。あなたももっともっと強くなってください。そしたら勝負しましょう。え、仕事してくれよ。さっきの、あら仲間いけ。なんで、あなたあやこさんのお子さん。じゃあスーパーコンテスト賞すごいかも。さあどうかな、仲間系とスーパーコンテスト賞のこと話したことないもんね。それよりあなたの知り合いなの。そうだった、さっきの俺、このシールもらってね。プリティシール C 手に入れた。コンテスト賞に出るときにそのシールをポケモンのボールカプセルにつけてあげるといい感じ。じゃあ私審査員だから、よかったらあなたも賞に参加してみてね。練習もできるから。失礼します。戻りたい仲間行け。ママ、退屈で、よすがに遊びに来たら、あなたがいるんだもの。こっちが驚いちゃった。なに？スーパーコンテスト賞に出るの？ポケモンの大舞台なのに、あなたがいつも通りじゃダメよ。これを着ておしゃれしなさい。ドレスをもらった。へぇきっと似合うわよ。だってママが選んだんだもの。じゃあ、スーパーコンテスト賞楽しんでね。賞ではあなたのポケモン、いつもとは違った魅力を見せてくれるはずよ。じゃあね。あんだけ頑張ってここまで来たのにさ、先越されてんの結構尺だな。ボールデコでいいのかな。ボールカプセル。つけるポケモンを選ぶ。とりあえず、あられさん。で、シールを貼る。どれだっけ？フラワーじゃないわ。プリティか。ピンクのキラキラが周りを渦巻くシール。これいっぱい貼れんの？あ、いっぱい貼れんだ、これ。いっぱい貼ったとてな。って感じではあるけど。え、すげえゴテゴテしない？するよね。めちゃくちゃゴテゴテするとは思うけど、これどうなるんだろう。どういう感じに見えるんだろう。バブルシール、ああ間違えた、まあいいか。トーン記号、これでどうなるんだ。これめっちゃ気になるわ。めっちゃゴテゴテしてっけど。君もスーパーコンテスト賞に参加？ポフィンケースを持ってる。それならこの すごくて素晴らしいポフィンをあげよう。まろやかポフィンをもらった。もらったまろやかポフィンをポフィンケースにしまった。そのポフィンを賞に参加させるポケモンにあげるといいよ。それとアドバイス、いきなり賞に挑戦よりはあっちの受付で練習してみるといいよ。わかった。じゃあ挑戦だ。コンテスト会場へようこそ。ここではスーパーコンテスト賞の受付です。あなたのポケモンも参加させてみませんか。説明してくれ。コンテストの基本、なんかいっぱいあるな。いいや、じゃあなんとかなるだろう。参加する。ね、かっこよさかな。どのランク？ノーマル。コンテスト技？あられさん。ショーポイント。ポケモンテンションがマイナスの場合、これ、もらえる。いやー、どうなんだろう。メタルクローかな。ボールカプセルはこれ。スタイル？頑張ってくださいね。あ、かわいい。かわいい。
中目駅さんとあられさん、ヒロさんとピカイチ。かっこよさで言ったらうちの子の方がかっこいいだろう。おわーいし、かぶりか。え、なにこれ、音ゲー、お、音ゲー、間違えた。メタルクローでアピール。はい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 、めっちゃ音ゲーだな。よいしょ。はい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 、めっちゃテンション上がってんなこっち。はい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 、よし、これでもメタルクローを絶対あのタイミングで使うもんじゃなかったな。コンテスト賞成功、成功ポイント。ベストパフォーマー発表。頼む。ベストパフォーマーは？ベストなのに、銅のやつで出されるのちょっとびっくりすんな。ベストパフォーマーおめでとうございます。商品のかっこよさシール A をお渡しします。またの参考をお待ちしております。おぉ。なんかあっさりしてたな思ったよりあっさりしてたな。で、ここ何タイプのジムなの？ジムリーダーの居場所ね、はっきりと言えないが、君がいろんなとこに行けば戻ってくるかもな。すま、役に立たない。本当にダメだなお前。いろんなところに行けばってなんだよ。ん？このゲートを抜けるとそこはたくさんのポケモンが気ままに遊ぶ楽園なんだって。ここ何？ふれあい広場。ポケモンと楽しくお散歩。なんとわしのポケモンでは入れないということだ。え？入れないとかあんの？あなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できますよ。え？入れます？あなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できますよ。え？できませんってどういうことこれ？もうす。それでは、あられさんちゃんと、あられ、かばちゃんさんみたいな、あられさんちゃんとの二人きりの時間をお楽しみくださいね。いってらっしゃい。おぉ、すげえ。すげえ。めっちゃ頑張って走ってきてる。え？これで呼べんのか。へぇー、てか、普通にずっとついてきてるのに。ボルトチェンジ。電気技か。たまらん、ピカチュウ、たまらん。前に行く僕を追いかけてくるピカチュウ。あ、僕たちだけの世界。ふぅ。ごめんね、なんか邪魔したね。めちゃくちゃ邪魔したな。私毎日ここにピンプクと来てるの。ここなら思いっきりのびのびと散歩させられるもん。あー、ドクランみたいな感じなのか。そういうことか。え、消えたけど。中目系はわざわしん45メロメロを見つけた。これ何？こんにちは、ここでは木の実を料理してポフィンを作ることができます。あー、あるんだ、やっぱりそういうの。いっぱいあるから、俺の実、で、いいか。そんな、ぼちゃ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 って、切ったりとかしないんだな。少しゆっくり。これぐらいか。多少こぼれてもよくない？これ逆の足俺苦手なんだよな。あー、すごい笑顔で見てくれてる。
頑張れよ。頑張るから待っててくれ。こういうの、あれだな。ルビーサファイアにもあったよね。懐かしいな、こういうの。あ、なんか浮いてきたよ。なんか。でも、ずっと回してるだけですごい。え、早くってどういうこと？だって、早すぎるとあれなんでしょう。ダメだっつったじゃん、お前。誰に言われてんの？焦げる早くって。ごめんな、ちょっと焦げたな。なんか黒。まずい、ポピン。ごめんな。ごめんな。ごめん。ごめんな。お前に、お前にあげれるようなもんじゃなかった。あられちゃんな、ごめんな。お得な掲示板、触れ合いカメラでは R スティックでカメラを動かして、連れているポケモンを自由に観察できますよ。あ、ほんと？あ、ほんとだ。ほんとだけど、俺、別に自由に観察できるってほどじゃなくね。あ、これが風船か。あ、ごめんね。あれちゃんじゃないのよ。体が軽い。大丈夫？そこは昔何かの遺跡だったんだ。遺跡ね。もののけプレート。宇宙の宇宙生まれしときそのかけらプレートずつ中身行けよ。ん？あー、なんか中に入れるけど別にす、え？お守り小判いいのかな。遺跡のもんでしょ。こんなもんか。別にお金もなさそうだよね。出るか。リフレッシュできましたか？またどうぞ。何？お客様？先ほどお散歩していたポケモンさんが外に出たがっているようですね。ポケモンちゃんをそのように思わせるトレーナーって本当に特別なんです。これからは広場以外でもポケモンちゃんを外に出してあげるときっと喜ぶと思いますよ。あ、そうなの？どうやって？どうやって出すの？これか？入れ替える。え、これ、どうやって出すの？わかんねえ。あ、出てきてる、勝手に。勝手にって。あ、出てくるんだ。ヘスガシティを探索しよう。他なんかあるかな？ここの建物何なの？気にはなってたんだけど。教会？いろんなポケモンがいろんな人。みんな違うのが当たり前。強いポケモンとか弱いポケモンとか決めず、みんなのいいところを探せば、きっと素敵なこといっぱいね。ポケモンも人も手をつないでみんな仲良し幸せだよね。だって世界は一つだもん。そうなればいいけどね。そうそう簡単なことじゃないから。人は寂しいのが当たり前。だから人に優しくできるの。だから素敵な明日を望むの。ただ寂しいこと、苦しいことは時間と世界が癒してくれる。そんなこともあるわね。うん。世界中の人が口にしてそれでも語り尽くせない言葉。それか愛と幸せ。そういうもんかね。親父がいて、俺がいて、息子がいる。これが人生なんだ。そして自然があって、ポケモンがいて、俺がいる。それが世界なんだ。物を作ると心が使える。心が癒されると物を作りたくなる。不思議なことよな。難しい話ですな。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。